皆さんこんにちは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行ってまいります。本日もですね、前回に引き続きお茶の水子どもレーザークリニックの堀院長にお越しいただいてですね、レーザーの治療に関して解説をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回は子どもの治療を症例で最後ご紹介いただいたんですが、先生なんか大人のあざの治療もよくやってらっしゃるということですよね、はいはい、それはやっぱりお子さんの時にあったものが治療がなかなかこう完全には終了していなくて継続しているっていうことなんでしょうか。そうですね、多くの方はお子さんの時からあってまだ微妙に残っていたりですね、あるいはこう消えると言われたけれども消えなかったとか、ちょっと残ってしまったとかですね、それでお悩みで来られる方がやっぱり多いかなと思います、うんうんうん、あとはこうちょっと後天的にというか大人になってからあざが出てくるということもあるんでしょうか。そうですね、ちょっと遅くに出てくるようなあざもあったりはするの で内容によってはちょっと当院で治療が難しいものもあったりはするんですけれども、ただ診療はもちろんできますので、まずそれがどういったものかきちんと診断をさせていただいて、でそれに対するまあ治療の方法だとか、あるいは治療に対するそのリスクですね、まあ、再発するだとか、うんうんうん、あるいはその色素沈着が起こるとかですね、はい、そういったところをお伝えさせていただいた上で、ではどうするかと、うん、いうところはしっかり私の方からお伝えはしていますので。なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、一般的なシミの治療なんかはですね、湘南美容クリニックの通常の美容皮膚科のクリニックでご案内はしているんですが、ちょっとこうほくろなのかイボなのかアザなのかって、この辺の見極めが難しい状態のものに関しては、堀先生のようなですね、ちょっとこう形成外科のバックグラウンドで、まあ外科的な手術も含めて保険診療から自費診療まで幅広くきちんとこう専門性を持って見れる先生のところをご紹介させていただいて、グループ内でもこう連携をね取って今対応させていただいております。ということで本日は大人のあざ治療に関してこの後ご紹介いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。20代後半の、女性の方です。でこの方はですね、あざは生まれつきあって、で何回かこうレーザー2回ぐらいですね、最後に当てたのが 4,5 年ぐらい前というふうにおっしゃってました。でこの方はそのレーザーを当てていったことでだんだん色が薄くなったというふうにおっしゃっていたので、おそらくなんですけれども1号状血管腫、乳児血管腫の、残存病変というようなものかなと思います。この赤みに対しても同じように VB ブプリマを使うんでしょうか。そうですね、血管の中に入っている、赤血球、その中に含まれるヘモグロビンに作用するので、うん、赤いあざに対しては同じように VB ブプリマで、治療することができます。この VB ブプリマってこうパラメータといわれるこうどういう設定で当てるかっていうのが結構、うん、難しいような私ちょっと、はい、印象があるんですけども、はい、先生はこうどうやってこう気管を当てる強さだとかっていうのは調整されてるんですか。単純性血管腫ですとか、あとこういう乳児血管腫の残存病変に対しては、まあ、しっかり効果が出るようにですね、照射の後にちょっとこう紫色のあざになるような、うん、そういうような設定でレーザーを当てていきます。で対してですね、乳児血管腫一五条血管腫の1歳前ぐらいに対しては、うんうん、大きくなっている時にレーザーを当てる目的として大きさの抑制、なるほど、あるいは皮膚に傷がついてしまって、まあ、医学的には潰瘍というんですけれども、潰瘍ができてしまって目立つ傷跡にならないようにするというものが目的なの でその強いちょっと設定で紫色になるような設定でやってしまうと皮膚にも少しダメージが入ってしまうこともあるので、うんうん、そういった大きくなりかけの乳児血管腫1歳未満の方に対してやっていくような場合は紫色のあざにならないような設定でレーザーを当てていきます。こちらの方はもう大人の方なので、ある程度市販が出るような設定でやるってことですか、ね、はい、そうですね、はいはい、経過のお写真がこちらになります。しっかり当てた直後から色味が紫色に変わるという設定でやらせていただきます。でその後はだん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 こう色味が薄くなっていって、4日後だとちょっと吸収されている過程かなというようなところも少し出始めているような状態です。なるほど。で最後にこの方、今の方はですね、1週間後がこういうような状態になります、うん、だんだんと色が薄くなっているような状態です。
ですね。じゃあよく反応しているからこっから徐々にもっと薄くなっていきそうってことですね。そうですね、はい、はい。あとはですね、今赤あざのちょっとお話、症例をご覧いただいたんですけれども、今度はですね、青あざについてですね。でちょっとこの方ですね、少し小さい初性もご飯なんですけど、これは肘の部分ですね。で肘のところにちょっとこうほくろみたいにですね、黒っぽいような異所性もご飯があります。でこちらの治療はですね、今青っぽく見えるんですけれども、これもメラニン色素が深いところにあると青っぽく見えるので、通常の美容皮膚科で取り扱うようなシミのレーザーですね。でそれのちょっとこう設定を変えて深いところにも届くような波長で当てていくというようなものが治療になります。やった直後ですね、シミ取りご経験がある方はご存知かもしれないんですけれども、当てたところが少し膨らんだり少し盛り上がるような状態になります。なのでこの方も反応はしっかり出ているので、だんだんと色が薄くなるというのが期待できるかなと思います。例えばこれがシミだと、もうちょっとこう茶色い色で見えると思うんですが、こういう青っぽいちょっと灰色っぽい色味っていうのはお顔でも例えばこう ADM って言われるようなこうあざの一種があったりしますよね、先生。そういう時ってやっぱりこう深くまで届く波長で、ちょっとこう出力も強く当てたりするんですか？そうですね、まずその波長に関しては真皮の層にメラニン色素が存在しているので、ちょっとマニアックな話なんですけれども、1064ナノメートルというような波長を使います。いわゆる茶色いシミだと532ナノメートルですね。それを使うことが多いんですけれども、ちょっと532ナノメートルだと真皮まではなかなか届きにくいので、より深い層に届きやすい1064ナノメートルの波長を使っていきます。あとはですね、出力なんですけれども、異所性毛孔斑ですね、特にその大人の方だと強い出力でやってしまうとですね、色素沈着、あるいは色素脱出、といってですね、かえってこう茶色い色が出てきてしまったり、逆にこう周りがなんだか白っぽくなってしまったりするので、打った瞬間ですね、この青いところがですね、ちょっと色が白く、真っ白じゃないんですけれども少し色が薄くなるという反応をするんですね。でそれぐらいの設定でやっていくのが一番いいかなと思います。ちょっとタトゥーでやるような表面がこう真っ白になってしまうような設定だと強すぎる。なるほどなるほど。堀先生は形成外科のこうバックグラウンドの先生なので、例えば大きなあざとかほくろがあった時にそれをこう切除して除去するっていうことも選択肢としてはあるんでしょうか？もちろんそれはあります。でただお茶の水ではあまりこう大きな機械だとかですね、麻酔の設備もないので、そういった方には近隣の大きな医療機関に紹介というような形にはなります。あとはその私のこう個人的な経験にはなるんですけれども、その方は確か40歳か50歳ぐらいの方なんですね。でその方はもうレーザーを何回もするよりかはもう1回で済む方法がいいというふうにおっしゃっていただいたので、あざがあるところは切り取ってですね、でただそのままだと大きな傷跡になってしまうので皮膚移植手術というものをして、そこの傷をカバーしていくというような治療を執刀したことがあります。では本日は堀先生にレーザー治療で特に大人のあざの治療に関してお話を伺いました。お茶の水子どもレーザークリニックでは最新の機器を使って堀先生がきちんと専門性を持って幅広い提案の中で最善の治療をご提案いただけるかなと思っております。あと美容皮膚科美容外科も実はやってらっしゃいますもんね、先生ね。そうですね、レーザーという名前があるんですけれども、幅広くですね。そうですよね、眼瞼下垂とか眼瞼下垂とか、そうで、クマ取りとかですね。そうですよね。あとヒアルロン酸ですとか、ボトックスですとか、あとは女優注射とかですね、もう幅広く取り扱っております。ということで、ちょっともしよろしければクリニックの詳細はですねホームページでチェックしてみてください。堀先生のインスタグラムのアカウントも詳細欄に載せておきますのでチェックしてくださいね。ということで本日は授業ありがとうございました。ありがとうございました。